こんにちは。こんばんは。こんばんは。半立フュージョンバンプスクールの上野桃子です。よろしくお願いします。というわけで、僕はハルバル長野からコブを教わりに、神立までやってきました。申し掛けてごめんなさい。お待ちしてました。コブね、ナイターでもすごい滑れるということで、まあどんな感じでコブ、滑れるのかみたいなところね、まあ、軽くねお見せできればなと思うんですけど、まあ実際はこうコブどういった感じでレッスンされてるかとかは、ちょっとスクールのこうね、入っていただいて体験していただきたいなと。ということで、ももちゃんも実際講師としてね、まあ人気講師なんかどっかで人気だよ。ね、で全日本も出てるし、まあ、今年はね、もっと去年より上の順位に行けるように、はい、はい、頑張りますんで、応援もよろしくお願いします。お願いします。僕は県予選敗退なんで。頑張りましょう来年。ちょっとね、238はないわ。はい、270点ぐらい出るように今日やっていきたいと思います。はい、お願いします。うまい。綺麗なコブだな。さすが。これをね、一回滑ってみたかったんですよ。硬そう。抱え込まないで。でもちょっといいな。はい。あ、やべ、カメラワークゴミだ。このウェーブはコブを横にも縦にも広くしたものと仮定して、この中でしっかりと一段一段ポジションだったりとか切り替えのタイミングだったりを意識しながら普段レッスンで使っているので、こういうウェーブの中で練習できる機会なかなかないと思うので、ぜひしてください。かなり長い、横何10メーターぐらいあるか。 1.5 個分って言ってた。ピステン 1.5 個分、はい、毎日スタッフが整備して綺麗に形作ってるので。確かに結構大変なんですよ、ね、こしらえるの大変そう。結構大変なんです。まあ、こちらはあれか、スクール専用の。そうです、スクール専用になってます。YouTuber みたいな。あー、なるほどね。しっかり斜面に対して垂直に立ってあげるように。ああ、よっけい。コブラインとなってて、まあ、結構浅めで毎
毎朝と毎スクール終わった後にスタッフ全員で整備して次の日のお客さんが綺麗な状態で滑れるように、この深い中と滝の中じゃなくて、この浅くて緩やかな中でしっかりとこう今まで自分がやったことなかったような感覚をつかんでもらうためにちょっとこう簡単なコースをセッティングして、うん、ここで練習をしてもらうような形になってます。はい、整備結構大変で整備系押してくるね。大変で、もう私ろくにやってないけどメンズに任せてるけど大変そう。まあももちゃんはレッスンに集中してもらってっていう、はいね、そういうことにしておきましょう。はい、まあ、だいぶシャドウ緩いね。そうですね、だいぶ、うん、軽くでピッチもなんだピッチも高速うん、で上級者の人はこっちのレグレスで急斜面の方でコブ練習しながら、それでも上級者の方でもやっぱりこう今まで自分がやってなかったことだったり、どうしても急斜面でできないことをこの簡単なスクールラインの中で一つ一つ丁寧に確認しながら練習できるので、結構皆さんこれ滑りたくて来る方もいる。さすがその整備に手間暇かかってるだけあるな。でレッスンとレッスンの合間とかもスクール受講してくれた人には板書をつけた状態だったらいくらでも滑っていいですようにしているので。ああそうなんだ。昼の間にも結構滑ってる人さんいますね。なかなか普段は滑れないからこっちで練習してる方結構。確かに、うん、自然にできてこういうコブってないもんね。なかなかない、うん、イメージにうん、この中だったらいろんなこと挑戦しやすいと思うので、うん、ぜひ遊びに来てください。待ってます。アピールね。強めのアピール。あと最後はい、どうぞ。ちょっと後ろ行った気がするぞ。トップ軽くしない。なるべくしないように。お尻下げた。おお、ちょっと後ろ行った。状態かぶんないように。手足抜かない、胸を起こしてお尻を落とさない、腰を次に。
落としてく、落としてく。手下げない、手下げない。すごい体力。これか。